本日の聖書箇所は、ローマ人への手紙、15章、5節から6節です。どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく、互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。それはあなた方が心を一つにし、声を合わせて、 私たちの主イエス・キリストの父なる神を褒め称えるためです。本日は真の一致と題しまして、藤波牧師にメッセージを取り次いでいただきます。パンデミックに伴い、私たちの社会は格差と分断、孤立化が世界の各国の大きな課題となっています。 このような時だからこそ、お互いの信頼、思いやりのある人間関係を大事にしなければなりません。そのためには、個人の忍耐、そして他者への共感が今まで以上に必要です。 今日私たちはそのことを少し体験しました。この個人の忍耐、そして他者への共感が今まで以上に必要。で、その鍵を握っているのがキリストの教会です。本日は誠の一致と題して、パオロが ローマの教会宛に書き送った書簡の15章の6節と7節を取り継ぎます。工事園では一致というのは2つ以上のものが食い違いなく一つになること、心を同じくすること、合同することと定義されています。パウロが教えている一致は 心を同じくするという意味において、同義語のように受け止めることができます。私たちキリスト者の一致について、今日の御言葉が私たちに教えていることは何でしょうかまず第一に、誠のキリスト者の一致は神からもたらされるものです。語説に、 どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。誠の一致は神からもたらされるということは、一致というのは私たち各自には責任がないという意味ではありません。調和の取れた人間関係は自動的に起こるものではありません。 私たち一人一人は平和のためになること互いに高め合うことを追求する責任があります。他者につまずきを与えないように気をつけなければなりません。お互いに心配りを心がけて、自由深くあらなければなりません。しかしそう言っても、 誠の一致は私たちの努力で達成できるものではありません。誠の一致は神からもたらされるものだからです。ですから、私たちは神に一致を保てるように、一致できるように、一つになれるように、同じ思いを持つことができるように求めなければなりません。まず、神からもたらされる一致でないものをいくつか 上げてみますまず、誠のキリスト者の一致は組織的な一致ではありません。組織はビジョンをもとに共通の目標を達成することができるでしょう。組織のメンバー全員が賛成して決めたこの指標をですね、挙げて、そして使命感を持たせて目標を達成するために。 メンバーからいろいろなアイディアを出してもらって、そして多くのアイディアの中から取りかかるべき優先順序を決めていく。まあ、そういうこともできます。またチームでイベントを開催して、新しい価値観を持たせて、メンバーを生き生きと目標達成のために取り組むように促して、そして共通の目標達成のために一致することもできます。 組織的な一致は共通の目標を達成することからできます。しかし、本質において、誠のキリスト者の一致というものは組織的なものではありません。二つ目に、誠のキリスト者の一致は民族的な一致ではありません。 社会において固有の民族的文化やまた伝統やまた言語を中心に教会が団結することがありますし、それができます。私たちの祖国のように単一民族国家内では、すでに民族的文化や伝統、また言語を中心に一つとなっていますので、民族的な一致はすでに持っていますので、 あまり意識しません。ところが、多民族国家、ヨーロッパやまたアメリカで住んでいる人は、自分たちの民族性や言語、とても大事にします。少数派の人たちは特にそうです。その意味で私たちの教会は、このホノルルにある私たちの教会は、メンバー全員が一致していると言っても、 過言ではありません。大多数が日本人です。日本語がわからない日系人と家でも、また他民族でも、日本の民族性や、また日本の文化伝統を大切にしていますので、皆を一つにする共通点があるんです。また、英語を公用語とするアメリカ合衆国の ここハワイで住む私たちは、英語が母国語ではありませんし、また英語を理解できないので、言語の上で一致しているとみなすことができるでしょう。しかしパウロがコロサイ人への手紙でこのように強調しているんです。ギリシャ人とユダヤ人、カスレーノユームミ未開人、そして スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストが全てであり、全てのうちにおられるからです。パウロが強調している通り、誠の一致は民族の境界を超えています。もう一つ、誠のキリスト者の一致は文化的な一致ではありません。何年も前に、教会成長を掲げた運動が、 同質ユニットの原則を発表しましたが、これは人々は文化的に似ている他の人と一緒に教会に行くのが好きだということを前提に始まった運動です。ですから成長する教会を目指すのであれば、あるニッチをターゲットにして、そのニッチに届くように教会を形成する必要があると言うんです。つまり、 都会の若いプロフェッショナルや X 世代の人たちやまた Y 世代、メリニアル世代など様々なグループをターゲットにするんです。そうすれば賛美歌をオルガンやピアノの伴奏で歌うのが好きな人もいれば大きな音でロック音楽が好きな人もいるという賛美戦争をなくして 教会に一致をもたらすことができるようになるというんです。しかし、聖書の一致というものは文化的な一致ではありません。誠のキリスト者の一致は、また外見的な相似ではありません。誠の一致は外見的にお互いに似通う人たちによる一致ではありません。 ある教会ではメンバーは決められた服や外見をすることを期待されています。暗黙の服装規定があります。日本のある教会に新しく就任された牧師が、靴を脱がないでそのまま礼拝堂に入ってもいいようにしましょう。示唆したところ、それはそれは受け入れられないと猛反対を受けました。 アメリカ本土にある、ある町の教会で、ドレスのスラックスとドレスシャツで出席したカップルに、その衣服は受け入れられないと言われました。コートとネクタイが必要だと言われたんです。ハワイの教会にスリッパで礼拝に出席した人がいました。白い目でジ。 と見られたそうですヤコブの手紙に自分と違うこの服装をですねしない人を排除するということはこれはキリストの愛に反することであると書かれています。まことの一致は外見的な適合の問題ではありません。 誠の一致は組織的な一致がもたらすものではありません。民族的な一致をもたらすものではありません。文化的な一致がもたらすものではありません。外見的な相似がもたらすものではありません。誠のキリスト者の一致は忍耐と励ましの神からもたらされます。 五節に忍耐と励ましを与えてくださる神とパウロは書いています。この言葉は前節の四節とつながっています。四節に昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのですとあります。これは何を私たちに知らせているのでしょうか 聖書の究極的な著者は、この天地を創造された神であられて、私たちが聖書の言葉に従って成長するにつれて、聖書の中でご自身を掲示された神から私たちの一致がもたらされなければならないことを、はっきりと教えています。パウロが、 教会の地のための祈りと関連して、忍耐とは励ましを繰り返して使っているのは、すでに述べられたように、一致は自動的にもたらされるものではないことを意味しています。この箇所の忍耐という言葉です。この用語は、不屈の精神、非常な忍耐力、 自給力を意味します。人間関係に困難が生じたときに、その困難を忍耐深く克服しなければならないことをここで強調されています。人間関係の問題を解決するためには、不屈の精神が必要です。非常な忍耐が時には必要です。 また人間関係でつまずいたときに、その人間関係を手放すことは簡単にできるんです。もうあなた大嫌い。さようなら。オンライン上では、delete ボタンを一つ押したら削除できるんです。もういいです。さようなら。 しかし人間関係につまずいてその人からその人との関係を手放すことは簡単にできますけれども手放しても心の中にある苦痛から解放されたわけではありませんその影響は続きますだからこそ 神からの励ましが必要なんです。この箇所の励ましという言葉です。この用語は人の魂を引き上げる、慰める、ローをねぎらうという意味なんです。人間関係のもつれで苦労しているあなたの魂を神が引き上げてくださる。 神があなたの労ーをね,ねぎらってくださると。ですから、私たちが互いに同じ思いでいるためには、神により頼み、互いのち違いをしっかりと受け入れて、精霊の実を成長させなければなりません。二つ目に、誠の一致は、 イエス・キリストのみ基づきます。誠の一致はイエス・キリストのみ基づきます。パウロはこのように祈りの願いを書いているんです。五節の B です。キリストイエスにふさわしく、互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。これは彼の祈りです。 講のプリンスと呼ばれた説教者チャールズ・スポルジョンがこう言いました。私たちの思いがキリストの思いと同じになった時私たちは互いに同じ思いを持つようになる。その通りです。今朝テクノロジーの問題でまず最初の 賛美を私たちは歌うことがでできませんでした私た私ちの賛美チームの皆さんはこの礼拝のために心を尽くして練習を重ねて私たちのためにオンラインに出席される方々のために 素晴らしい賛美を録画してくださってるんです。でも私たちのテクノロジー、オンライン、完全ではありません。問題が生じます。で今日は実際にその問題が起こりました。すると、 音が重複してししてままいましたせっかく美しい神への賛美を捧げてくださったその録画のその音が重複してしまって聞きづらくなってしまったさあ皆さん心の中で何を思われましたか賛美チームのことを思ってくださいましたか残念ですよせっかくもう 100%力を注いで録画してくださったの美しい賛美一緒に賛美できなかった残念ですでもその時にねキリストの愛でこの状況を受け入れてお互いにああみんな一緒に賛美できるかな 賛美してくださって、録画してくださった方はきっと残念に思っておられるんだろうな、そういう思い、大切にしてほしいんです。思いやり、これがキリストにある愛の思いやりです。どんな状況の中でも私たちは賛美できるんです。でも神様が喜んでくださる賛美は私たちがお互いに思いやる 思いやり、そしてキリストの愛でお互いに愛し合う、その愛の中で捧げる愛、賛美です。エリカ姉妹、アカペラで賛美してくださる。どこでも賛美できるどんな状況で,で新しい賛美でしたから、私たちにとっては新しい賛美ですから、なかなか賛美。 一緒にすることができませんでしたけれどもでも言葉を入れてくださって私たちを賛美導いてくださいましたそれに合わせ三尾する主は喜んでくださっておられますよこの一致ということで思い当たるのはですね お互いに同じ思いを持つっていう言葉が書かれてありますけれどもそれはあの競技とか私たちの考えとか実践におけるあらゆる些細な点に同意するという意味ではありませんパウロがピリピの教会宛てに書いた書簡にも互いに同じ心を持ちなさいと命じられています これは賛否両論の話題や論争点で一致同意することを主張しているわけではありません。このことについてもう少し深くこの箇所から皆さんにお伝えしたいことがありますけれども今度の時にしましょう。 今日皆さんに本当に知っていただきたいことは私たちの教会の一致、キリスト者の一致というのは私たちを創造し私たちを愛してくださった神からもたらされるものであるということまた私たちを救ってくださった主イエス・キリストに基づくものであるということを しっかりと今日覚えてくださるようにお願いします。第二次世界大戦中にカルカッタで選挙の働きに従事していた女性選挙士がいました。でこの選挙士はある教会の生産式に出席してその時大きな影響を 受けましたでその生産式の司会というものはスウェーデン人の牧師でした出席者は中国人牧師日本人教師ドイツ人教師イギリス人数名そしてインド人の小グループでした第二次世界大戦中のことです その宣教師は特にパンと酒好を沸かし合う時一人一人に親しみを感じたというんですその中にはあの残酷な戦争で敵対していた国の人たちもいたのに キリスト社の交わりの絆は本物だと証ししていますパンデミックが早く収束するように願います対面礼拝に出席されておられる方々は お互いに顔と顔と合わせて挨拶できる恵みに預かっています。でもオンラインに出席なされておられる方々は中には体の弱さを覚えて人の集まっているところに出席することできないんです。 オンラインですから、対面でお会いするということとちょっと違います。一方通行なようです。ただ見てるだけです。つらいです。どうか日々の祈りの中で、自分は対面礼拝に出席できるけれども、私たちの教会の多くが、 対面礼拝に出席することができないということを覚えて、主に祈りを捧げていただきたいんです。また日本からオンラインに出席されておられる方々います。いろいろな生活の問題を抱えて、精神的な痛みを感じておられる方々も中におられることと思います。 そういう方々のことも同じキリストにある兄弟姉妹として日々の祈りの中で覚え主の特別なご介入があるように祈り続けてくださいいつもこのオンラインのためにご奉仕してくださっている方々は本当に感謝します 背後で見えないところでご奉仕してくださっている方々、主に使え、また私たちに使えてくださっている方々を主に感謝します。キリストにあって私たちが同じ思いを持つことができるように、キリストの心が私たち一人一人に与えられるように、 お祈りします父なる神様人間関係で問題が生じるときにあなたは御言葉を通して私たちに忍耐と励ましを与えてくださることを私たちに今日思い起こさせてくださいましたどうか私たち一人一人がこのパンデミックのこの厳しい状況の中で主イエス様を 知り、主イエス様の思いと同じ思いを持つことができますように、また主イエス様のお心のように、私たちの心を記憶してください。言葉においても行動においても、隣人を喜ばせ、隣人の徳を高め、その人の益となるように、私たちが言動できるように、心を一つにして、声を合わせて、 あなたを褒めたたえるまことの礼拝者に成長できますように助けてください。キリストの尊い皆によってお願いいたします。アーメン。